その昔、別府湾にあったとされる宇留島、その今に伝わる昔話やゆかりのものを紹介します。演奏、伝えたい日本の心。ここ別府湾にはその昔、一夜に沈んだとされる島、宇留島があったという伝説があります。過去の調査によると、宇留島は大分市から400メートルから500メートル沖の別府湾内にあり、島の周囲はおよそ112キロメートル、人口およそ5000人と推定されています。また宇留島の存在を示す御文書や遺物もいくつか残っています。そもそも宇留島はなぜ沈んだと考えられているのでしょうか。今回はここ大分で古くから言い伝えが残る宇留島伝説に迫ります。この番組は薬神グループの提供でお送りします。ラブ、愛いっぱいのお手伝い、薬神。その昔、別府湾にあったとされる宇留島。この宇留島には古くから伝わる昔話があります。それが宇留島と恵比寿様です。この物語は諸説あり、例えば主人公は加藤良斎という医者であったり、芥太郎と呼ばれる悪さをする若者であったり、はたまた名もない誰かがという表現であったりと様々です。今回ご覧いただくのは、主人公が加藤良斎という医者のお話です。古くから医は仁術、すなわち医は人命を救う博愛の道であるといいますが、この物語では、宇留島と恵比寿様。今から約400年前の昔のこと、別府湾には宇留島という島があった。島にはおよそ1000戸もの家が立ち並び、多くの船が各地から出入りをして、それはそれは賑やかな島だった。島には守り神として恵比寿様が祀られておった。この恵比寿様にはいつ頃からか不思議な言い伝えがあった。恵比寿様を大事にせんと顔がこうなって島が沈むっち。言い伝えを守らな罰が当たるで。おお、恐ろしいな。大事にせんと。島人たちは口々にそう話していた。また大切にすれば御利益もあり、魚がたくさん取れるとも言われ、人々はこの言い伝えを信じ、毎日毎日変わる変わるお供え物を添えていた。ところが島にはこの言い伝えを信じぬ男が一人いた。その男の名は加藤良斎といい、
島では医者をなり合いとしていた。その良妻は島中にこんなことを言いふらしていた。なんぼ神様仏様ちゅうてもこげ大きな島を沈めるちゅうことができるはずがねえ。迷信じゃ迷信。これに対し島人たちは良妻に、お医者様ともあろうあんたが何を言うちょるか。とげんことを言うちょるととんでもねえ神末が下るで。と言ったが、島人たちの言葉に良妻は上の空であった。ある日のこと、良妻が散歩をしていると、彼が治療をした親子が恵比寿様を拝んでいた。恵比寿様、恵比寿様、恵比寿様のおかげで今子の病気がようなりました。ああ、ありがたや、ありがたや。この言葉を聞いた良妻は、わしが治療したから治ったんじゃ。それなのに、エベス様だと？ああ、銭がねえと言うから治療費まで負けてやったのに。しかも、あんなにお供えまでして。良妻は我慢できず、親子の前に飛び出し、何言っちょるか。腰を抜かして驚いている親子を前に、良妻は恵比寿様を神棚から引きずり出し、こんなもん、こんなもんと恵比寿様を蹴った。良妻様、やめてくださいまし。親子は止めようとしたが、良妻はそんなことを気に留めず、恵比寿様の顔は見る見るうちに泥にまみれた。その夜、ねえ、逃げ恵比寿様か。あの親子、人が助けてやったにもかかわらず、無性に腹が立つの。良妻の怒りは収まらなかった。しかし、牛蜜時になっても、その怒りが収まらなかった。みんな毒ったことばっかり言うちょって、わしが嘘だとみんなに教えちゃらな。良妻は飛び起き、恵比寿様のところへ向かった。ところが昼間、さんざん痛めつけられた恵比寿様はきれいになって、また元の場所に収まっていた。それどころか、昼間に見た倍の量のお供えまであるではないか。なあ、誰が片付けたんじゃ。あんなふざけた噂も今日で終わりじゃ。良妻は持っていた紅を恵比寿様の顔に塗りつけた。この方が酔っておる。まるで酒で酔ったみたいじゃ。すると辺りは大きく揺れ始め、お供え物もバサッバサッと落ち、まぐれじゃ、まぐれ。こんなのまぐれに決まっておる。良妻はこの不思議な出来事にたじろみながらも、その場を後にした。
次の朝、島は大騒ぎに。大変じゃー、エビス様のお顔が真っ赤になっちょるぞー。昨日の災いもたたりの前兆じゃ。おお、なんてことじゃ、島が沈んでしまう。混乱する島人たちを見て、良斎はおかしくてたまらなかった。わしがこう塗ったにも知らずに島の連中と来たら、あははは、おかしいの。このエビス様の話は島中に広がり、荷造りをして島を出ていく者までおった。ところがその後、5日、10日、そして20日たっても島の様子に変化はなかった。良斎は得意げに島人たちに言った。だからわしが言っただろう。恵比寿の話は迷信だったんじゃ。島人たちも良斎の言葉に、お医者様の言う通りかもしれん。わしらがどうかしちょったんかもしれん。と納得し、エビス様のことは次第に薄れていった。ところがある日のこと、突然島が大きく揺れた。島人たちは口々に、やっぱり本当じゃ、バチラがエベ様を無限に扱ったからバチが当たったんじゃ。しかし島の揺れは一層激しさを増し、高野山、湯布岳、霊山などの山々が一斉に火を吹いた。さすがの良斎も怖くなり、家の中で震えていた。わしはなんてバカなことをしたんじゃ。こんなことになるなら、あんなひどいことをしなければよかった。エビス様、どうかお許しください。良斎の祈りも虚しく、噴火はさらに勢いを増し、空は赤く染まり、大きな岩が次々と降ってきた。辺りの家々は崩れ、木々も次々に倒れた。エビス様、どうかお許しください。一夜が明けた。しかし雨竜島の美しい島影はどこにも見当たらなかった。この雨竜島を襲ったこの出来事は、慶長元年1596年7月12日のことと記録されており、伝説として今も語り継がれている。いかがでしたか。雨竜島とエビス様、この物語で学ぶべきことは、神仏を大切にすること、また言い伝えの尊さではないでしょうか。私たちの身の回りで考えてみてください。物語では神仏としてエビス様を挙げていますが、身近なことで考えるとそれはご先祖にあたり、
言い伝えは教訓ではないでしょうか。今自分があるのは先祖のおかげであり、その先人たちの教訓は生きていく上で重要なヒントと考えると、昔話や言い伝えもごく身近なことに感じませんか。ドリーム、夢の架け橋、薬師。ただいまより納棺の儀執り行わせていただきます。人生最後の旅立ちのお手伝いいたします。風の章。色即是空。この世にあるすべてのものは因と縁によって存在している。目に見えるものだけに心を取られてはいけないという般若心経の教え。色とは目に見えるもの、形あるもの、単独で存在しているのではなく、周りのものとつながり合いながら存在しています。私たちの体も自然も宇宙も社会もすべてが色であり、しかも常に変化しています。空とはその色の背景となっている因や縁、すべての本質や働きのことです。人は時として自分の力で生きているというエゴを持ってしまうもの。しかしよくよく考えてみると、今ここにある自分はご両親やご先祖などの因と縁の積み重ねによって存在し、生かされているにすぎません。天地の大いなる働きに感謝し、自分の生を丁寧に生きたいものです。幸せ時間のお手伝い、薬師。大分市清家、ここに宇龍山糸久寺があります。この寺院は1513年、大友氏が雨竜島に開いたとされる寺院で、雨竜島が沈んだ後、この地に再建されました。大友氏の末裔だった大友義長という人が出家をして、真言宗のお坊さんになったんですけども、その方が蓮華上人にお会いになって委託感激して、そして信州に変わって宇治島、元の沖の浜ですけれども、そこにお寺を建てたというのが由来でございます。それまでは沖の浜という名前で通っていたんですけれども、でルイス・フロイスっていう宣教師の日本史という書物の中に、文語で地震があって2000人の人間が死んだというふうにちゃんと出てきてまいりまして、仏像が今の仏壇に流れ着いて、それを危篤に思った当時のお殿様がですね、ここに土地と屋敷を与えてくれて、で宇龍山糸久寺という名前にしました。もともとは沖の浜という島があって、それが沈んで、で名前は後から宇龍山糸久寺の宇龍山とうちの名前の宇龍を借りて宇龍島というふうになったと思われます。この糸久寺には当時仏崎に流れ着いた仏像と御文書が保管されています。はい、これが塩入りの御文書といいまして、これも仏崎に流れ着いた浄土真宗のお経様でございますけれども、切れ切れになったのを一枚にまとめて残しておりますけれども、これも宇龍島にあったと言われております。これは信州の
御法話の一つが載っておりまして、蓮如上人が書かれたもので、でこれは蓮如上人の息子さんが書かれた自筆のものでございます。それとこれが糸久慈の由来記、ね、これに由良島の沈んだ記述が載っております。これは江戸中期にできたものです。これが由良島になった時のご本尊で、これが仏崎に流れ着いて、それを見つけて私たちのお寺が、まあ、霊験新たかだということでできるここに立ったという、そういう言い伝えが残っております。室町末期ぐらいの仏様ですね。そして別府市、ここには由良島とゆかりのある地蔵尊が残っています。一つは駅前本町にある延命地蔵尊です。この地蔵尊は由良島と久米島が慶長年間の大地震で海に沈んだことで1000人近くの人命を失い、その人々の苦悩を癒すために建立されました。ここでお参りすると延命できると言われています。もう一つは秋葉通りにほど近い千代町にある中浜地蔵尊です。この地蔵尊はおよそ1500年前に美達天皇の勅令により日蓮法師が作った歴史ある地蔵尊。由良島とのゆかりはその伝説から水害を鎮める神社として大切にされています。いかがでしたか？皆さんはこの別府湾に由良島があったと思いますか？現在では多くの人々の調査によって由良島は実際に存在したと考えられています。こうした古くから伝わる昔話や伝説には今を生きる私たちへの教訓があると思います。先人たちが残した言い伝えは私たち一人一人が大切にし後世に伝えなければならない。今回は番組をご覧の皆様に大分麦焼酎由良島を抽選で5名の方にプレゼントいたします。宛先は風の庄本館までふるってご応募ください。ここで風の庄からのお知らせです。去る6月11日大分市大道の風の庄本館で平成25年度仏庫社慰霊祭が開催されました。この慰霊祭は今年で23回目、ご参列いただいたのはこの1年間で風の庄でお見送りのお手伝いをさせていただいた846名のご遺族の方々です。今回の慰霊祭のテーマは人と人との縁を表すゆかり。テーマを掲げた祭壇では参列者お一人お一人に検討を行っていただきました。開式はご参列者全員で黙祷。
代表の挨拶は風の章代表取締役社長薬師寺哲也。ご両親やご先祖がいたから私たちが存在し、縁やゆかりのある方々とのつながりによって生かせています。喧騒は県内外で活躍するアンサンブルインゴによる生演奏。絵本の朗読は風の章のスタッフが行いました。お散歩を楽しんでいました。そんなおじいちゃんと手をつないでとことこ歩いていると、僕は随分大きくなりました。おじいちゃんは随分年を取りました。そして公演は大分市金池町の臨済宗妙心寺派万寿寺の住職佐々木道一さんが講師を務め、今回の慰霊祭のテーマでもあるゆかりについてお話しいただきました。ご清聴ありがとうございました。閉式後は参列者によるバルーンリリースを行いました。風の章では常に心のこもった故人様とのお別れの時をお手伝いいたします。今後もぶっこしゃ慰霊祭は風の章本館で開催していく予定です。風の章からのお知らせでした。